こんにちは、テコデザインの塚先生です。今回は雇用保険料の昨年改定となった高年齢要件者の保険料の徴収について話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。去年令和2年の3月までは65歳以上の高年齢要件者は雇用保険料の対象外というふうになっておりました。そのためお給料からは控除されず、雇用保険料の欄は0円ということになっておりました。まず高年齢要件者は平成29年の1月1日から適用の対象となった65歳以上の労働者の方になります。そのため平成29年の1月1日から令和2年の3月までは高年齢要件者は雇用保険料を納付していないということになります。前回動画でお話しした高年齢要件者が対象となる給付金については覚えていますか？そちらの高年齢求職者給付金というものも平成29年の1月1日に同時にできたものになります。また育休や介護休業、教育訓練給付金についても平成29年の1月1日に高年齢要件者ができたことにより給付の対象というふうになりました。しかし令和2年の4月から全ての雇用保険の要件者が雇用保険料の控除の対象となりました。こちらの雇用保険要件者の中に高年齢要件者も含まれるため、高年齢要件者の方は4月の保険料からお給料より控除されるようになりました。4月の保険料より控除されるということで、実際に実務上はどういうふうに反映されていたのかを見ていきましょう。今回は人事労務フリーを使って見ていきます。今回の動画にあたって2020年の1月1日に入社した65歳の方、そして当月払いということで設定しています。3月の支払いを見ていきます。このように月給20万円となっていて、設定上も雇用保険は加入しているということになっていますが、雇用保険料はゼロになっています。しかし4月の支払いを見てみると、自動で雇用保険料の600円というふうに控除が出ています。クラウド給与だとこのように自動で計算され雇用保険料が出ています。給料からの控除以外にも注意するべき点があります。それは年度更新です。年度更新というものは、会社が労働保険料という雇用保険と労災の保険料に関して納付するためのものになります。1年に1回保険料を算定し、その保険料を納付しています。令和2年の改定前までは高年齢要件者は雇用保険料を納付していませんでした。そのため年度更新をしていた際の保険料にはお給料は算定に含まれず、それ以外の雇用保険の要件者の方のみのお給料から算定を行っていました。今年の確定保険料という年度更新の際の保険料は、令和2年の4月から令和3年の3月までの賃金で算定をするということになっているため、今年の年度更新の確定保険料に関しては、65歳以上の高年齢者も含めなくてはいけません。改定を行ったことで、お給料からの控除、そして年度更新に影響が出ています。次の動画ではこちらの年度更新について話していきたいなと思います。以上、テコデザインの塚先生でした。お疲れ様です。